楽しかった。それだけ出たいな。それだけ。うん、でね、まあ、楽しかった現場聞きましたけど、はい、まあ、今後もしやってみたいみたいな企画とかってあります？今後やってみたい企画、うん、撮影でこういう撮影やってみたい、例えば、うん、まあ、レズとか、うん、あとはなんだろうな、金箔とか、うん、そういう、まあ、いろんなジャンルありますけど、うん、なるほど。私一通り結構やったんですよね。レズもやったし、うん、金箔もやったし、それこそ結構ハード SM もやったし、うん、ない、ある程度やったんですけど、なんかここ最近、うん、もうトレーニングものしか、なんか扱ってもらえなくて、パッケージのイメージそればっかなのよ。毎回一緒なんですよ、うん、毎回一緒だし、このスタジオこの前も来たみたいなもうここ10何回目なんだけどみたいな。はい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 、はい、大宮にジムがあるスタジオ分かりますか？あ、分かるよ。あそこもう10何回行ってます、私。死ぬほど行ってるもん。だからね、うちあそこのジムの方は使ったことだよ。プールの方とか、あそこ体育館の方とかばっか使ってるわ。私はあのトレーニング室しか使ってない、うん、うち体育館っす。あ、体育館と体育倉庫っすね。体育館ないっすね、私これがジャンルの違いですよ、皆さん。面白いですね。うん、海とか使ったことないかもな。そうだから、もう筋トレものしか撮ってもらえないから、うん、そろそろちょっと飽きてきちゃって、うん、普通のジャンル欲しいですね。イチャイチャとかないから。イチャラブ系？イチャラブ系。うーんいいね、悪くない、うん、イチャラブ系来てくんないかなっていう。でもうちがもし監督だったら、うん、あの筋トレのシーンは入れちゃいたいかもまあまあそうなりますよね。筋トレのシーンをこう一生懸命真剣な顔でやってる、うん、インサート入れて、うん、そっから帰ってきたらめっちゃイチャラブするみたいな。なるほど。やつやっちゃうかも、うちだったら。おー、ね、なんかギャップが欲しい。あー、イチャイチャに至るそのそう、ね、そこまでのドラマが欲しいかも、うちは、うん、それはどういう話にしますかどうしようね、難しいね。相手が難しいね。あ、相手選びがどういう関係性なのかよね。あ、そういうこと。その男の人と。なるほどね。ただそのインサートが欲しいから、うん、難しいね。いや、それこそよくあるのが、うん、私がジムのトレーナーで、うん、生徒をまあ食べちゃうみたいなのが多いっすね、やっぱ。それだとちょっとイチャラブじゃないのよね。そう、イチャラブじゃないんですよ。難しいな。普通の彼氏だな、じゃあ相手は。普通の彼氏、うんうん、でちょっとあの惹かれるのも嫌なんだけど、うん、そのインサート撮るのはストーカー。あ、ストーカーが撮ってるそうで、同じジムに通うファンなのよ、うん、うん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 。で、こう真面目にやってる。でもある日そのストーカーは、うん、そのまあ盗聴器なり監視カメラなりを仕掛けるんよ、うんうんうん、家に、はいはい、そしたら彼氏がいるっていうのを知るのよ。あ、そこでイチャラブが撮れるじゃん。でも天才ですね。イチャラブ取って、うん、そっからあのストーカーを逆上して、うん、誘拐するなりして、うんうんうん、襲うっていう、いろいろおいしいとこ取り。あー、いろいろある。そうですね、うん、あの筋トレシーンもあって、イチャラブもあって、でやられちゃう、ちょっとあのそういうね、レイっぽい、うん、ぽい感じで、うん、あってそっちに落ちる。あ、最終的に落ちちゃう。落ちる落ちるね。ストーカーにハマっちゃう。そっちのやつの方がいいなって落ちるタイプだね。なるほど。落ちるタイプですか？わかんないけど。わかんないけど。なるほど。で、まあ、結局その一緒に通ってるから、うん、ジムでもなんかそういうことやっちゃうとか、うんうんうん、やらされるとか。なるほど。バレたくなかったらどうのこうの。あー、ありそうだな。うちはそういうストーリー好きですね。どこかのメーカーさん、ぜひ。いや、いいです、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと個人的な趣味だからやめといて。恥ずかしい、恥ずかしい。俺もどこまで使えるんだろうな。全部使うんだろうな。YouTube だからなかなか禁止っすよ。多分ね、使います。使いますか？広告がつかなくなっちゃう。やってみたい企画っていうか、もう私のやってほしい企画みたいになっちゃう。やってほしい作品。でも最後、まあ、最後っていうか、まあ、業界の話出たので、はい、ちょっと今
ちのチャンネルで、うん、今っつっても、まあ、今年始まってねちゃんとした動画1本目なんですけど、うん、今業界あるあるを集めてまして、業界あるある、うん、例えば、うん、なんか聞いた話だと、うん、この業界は B 型 AB 型が多いとか、え、そうなんだらしいのよとか、あと人に関わる仕事をやってる人が多い、人に関わる仕事、保育士さんとか、うん、介護士さんとか、そういう人に尽くすとか、うんうん、そういうお仕事をやられてる方が多かったり、あとは何があったかな、そういうなんかちょっとした、うんうん、あ、持久走とか水泳が得意な人とか、耐えること、長時間動くとか、そういうのができる人が多いよとか、うん、あとなんだろう、下地を汚いとか、それはあるある、それはあるある、そう、そういうなんかちょっとした本当にこれはどうですかみたいなのレベルでもいいんだけど、はい、わ、難しいですね。難しいんだ、集めようかなと思って。難しいな。なんだろう。あとほら、ジャンル違うと全然共演ないとか。確かに。同じジャンルの人めちゃめちゃ共演するとか。フォーマン系が多いですね。フォーマン系。フォーマン系。ナイスバディ系。あー。おっぱいでかくてケツでかいみたいな人が多いかも。共演。相入れない人たちは、うん、逆にロリ系というかスレンダー系の人と共演したことない。あ、確かに、うん、でもそれこそね、バコバスとかそういう大人数ものでやっと初めましてとか、うん、だった私、私もでもそうですね、これもあるあるやな、でも、うん、あるある、でいろんな女の子集めてもいいと思うんだけどね。ね、そうですね、ターゲット層が決まってんのかね。そうですね、多分。あとはなんか男優さんがいつも一緒なんですよね。これあるあるですか？あるあるです。まあ割と、なんだろう、自分がちょっといいなって言ったらそれずっと拾ってくれるし、あとなんだろうね、多分その人との絡みが良かったってなんかどっかでなったんじゃない？あ、そういうことか。うん、あ、この人とこの人相性良さそうとか、うんうんうん、客観的に見て思われたとか、うんうんうん、あとメーカーさんとか監督さんとか、うんうん、あ、この人ずっと使ってるとかだったらそうなるよね。多分違うんですよね。え、マッチョばっかり。マッチョ、ほんとマッチョばっかり。え、この前もあったじゃんみたいな。あの、もうジャンルです。ジャンルですよね。ジャンルです。ほんとに、なんか多いんですよ。え、うち逆になんかプニプニのおじさん男優さんとかと絡んでほしい。あ、でもどっちかです。あー、ほんと？めちゃくちゃマッチョか、うん、もうガリッガリの、もう細くて体重40キロぐらいしかありませんみたいな、なんか、あ、人かみたいな。え、違うの。もうプニプニのおじさん男優と絡んでほしい。個人的な趣味は。杉浦ボッキさんとよく会います。おー、うん、でストーカー役で、あー、やそうですね、うん、いけそうじゃない、いけそうじゃない、あの人演技うまいから、うん、何でもできそう。ドラマ、そう、ドラマ、もう男優さんの中でもドラマができる人、うんうんうん、ほんと結構強めな演技ができる人とか、うん、結構ねジャンル分けされてるから、そうですね、そういうので多分この人多いなっていうので当たるんじゃない。そっか、そういうことか、うん、こういう男優さんがいいなとかあるんですか？一人めっちゃ顔が好きな人がいて、へー、見て、どっちでも、どっちでも、北山城さん、これ見たら分かると思う、うん、第7世代、第7世代かも。第7世代って呼ばれてる、多分わりかし若めな人。じゃあ会ってないかも。分かんないですね、多分。まだそんなに立ってないんじゃないか。うち会ってないかも、じゃあ。なおさら会ってないかも。その人の顔が好き。へぇ、うん、男優界だと。あ、じゃあ彼氏役はその人で。うん、そうですね。じゃあそうしましょう。うん、できました。キャスティングまで完璧ですわ。はい、あとはなんだろうな、これは AV 女優あるあるかもしん、あ、あるあるじゃないかもしれないんだけど、うん、
ちょっと男優さんつながりなんですけど、うん、めっちゃジムで会う。それは多分他の人じゃ出てこない。めっちゃ合う。へえ。ゴールドジムいるだろうね。俳優さんもね、結構ジム通ってる人多い、うん、多い多い。そうなんですよ。おもろで、なんかその気まずくて、なんかその男優さんが、めっちゃ合う男優さんがいるんですけど、うん、その人がなんか監督、うん、現場で監督に、うん、一番よく合う女優さん誰って聞かれて、うん、あ、チャヨンタさんですよって言って、それは別に現場で会うわけじゃなくて、ジムで会う。ジムで会う。そういうこと聞いたんじゃないと思うっていう。気まず。そう。気まずない？気まずいです、ジムは。でも話します。あ、そう。挨拶して、あ、お疲れ様です、みたいな。うんうん。今日はどこの日？みたいな。あ、今日背中です、みたいな。もう本当に筋トレ界隈の人の会話じゃん。そうです。頑張ってねみたいな。はい、頑張ります、ありがとうございます。そのぐらいだったらいいね。いや、私一回やっちゃったなってことがあって、うん、普通に街歩いてて、そしたら、まあ、知り合いのその男優さんとすれ違ったんですよ、うん、すれ違ったっていうか、まあ、横断歩道で、うん、こう前から歩いてきてて、うん、普通に挨拶しちゃったんですよ、うん、隣に奥さんいたんですよ。いや、私これ後から考えて、うわっ、やってんね。やってますよね。それはやってんね。うわー、待って、これ挨拶しないべきだったわと思って、うん、ダメよ、業界の人は外で挨拶しちゃダメ。そう、なんかダメ。反射的に、うん、あの人だから挨拶しなきゃと思って挨拶が出て、挨拶した後に見たら奥さんいたんですよ。うわー、やっちゃったと思って、めちゃくちゃ後で反省しました。でも多分そういうスポーツとかの世界にいるから挨拶大事で、ね、そう習ってきてるから、多分そういうのもあるんだろうね。そう、反射的に。そうそう、これがね、やってますよね、うん、これ逆の立場で私が奥さんだったらマジブチ切れてんだと思って。そりゃそうよ。そりゃそうだよ。今の誰みたいな。そう、あの若い子誰ってなるじゃん。なりますよね。なるよね。反省。ジムで会ってとかね、ならまだうん、その人が自分の人だったらね、なんでスルーできなかったんだろう。ほんと反射的に出ちゃった。まあそれはもうなんかね、運動スポーツの気持ちが出て、うん、挨拶大事ってなっちゃったんだろうね、優先度的に。マジで申し訳ないことしました。申し訳ございません。でもこれはあるあるかもね。業界の人には外で絶対挨拶しない方がいい。うん、あるあるなんだ。あるあるだよ。しないようにしよう。うん、誰といるかわかんないし、やっぱりね、素性を隠してる方が多いじゃない。確かに。それこそね、今の奥さんにもそうだし、うん、で女優さんだってね、わかんないじゃん。うん。だから、ね、隣にいるのが本当に友達かもしれないし、うん、彼氏かもしれないし、マネージャーさんかもしれないし、だからね、わかんない人には挨拶しない方がいいっていうのは業界があるかもしれないですね。申し訳ない。学びが一つ入りましたね、はい。はい。ありがとうございます。そんな感じですね。はい。まあね、こんな感じでゆるっとお話ししましたけど。はい。まあなんか残りとか持って帰って、好きなもの。え、マジっすか？はい。それで後で、やった。好きなやつ食べてもらって。ありがたいです。はい。ということで、今回ね、チャヨタさんに、選手に。うち、今更だけど、なんて呼べばいいんだろうね。いや、もうなんでも、でも選手って言ってくれるのは嬉しいですね。いや、もうそりゃそうなんよ。そりゃそうなんよ。がリスペクトしてくれてる感が、うん、って。それがチャン様かな。あ、チャン様、言いやすくて。いや、あれいいなと思った。ね、リズムがいい。うん。チャン様。チャン様。チャン様。はい。はい、チャン様のチャンネルも概要欄に貼ってありますので、はい、そちらの方でもお邪魔しましたので、よかったら見てください。お願いします。なんか、宣伝とかあれば。宣伝、そうですね。工業とか 3.5 3月5日にチャヨタプロデュース工業を新規ファーストリングでやりますので、ぜひ皆さん見に来てください。ちょっと想像できないようなカードを考えてます。はい、はい、楽しみにしてください。 ポートレートももちろんあるんですか？あります。最近新しいの出たんで、はい、買ってください。皆さん2000円です。2000円だってサインもらえたらさ、写真ワンショット撮れるじゃないですか。はい。
気になるので見てください。お願いします。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上、バイバーイ。バイバーイ。あ、じゃあもうベテランベテランのベテランよ。なんでちょっと嬉しそうなの。